ミスター M さん、返信をありがとうございます。そうなんですよね、継続ってのはね、継続は力なりっていうじゃないですか。継続は力がいるとも言うんですよね。結構力がないと継続力が継続しないんですよね。で、私の場合は継続するコツとして2つぐらい設けてるんですよね。一つは楽しい環境をなるべく作っていくってことなんですよ。トレーニングをするたびに私は機材が増えていったんですけども、なんか新しい機材をね、中古で買ってきて、よしこれをやるぞっていう風にこうモチベーションが上がるんですよね。新しいものを買うと、それしばらくはやるんですよ。でしばらくやるけど飽きるんですよ。飽きたら新しい機材に行くんですよね。もしくは同じ機材でちょっと変わったトレーニングを工夫してやるみたいな感じで、いつも新鮮な気持ちが持てるように、まあ工夫していく感じかなと思います。でもう一つはね、誰かとやり取りをするってことなんですよ。ミスター M さんとのやり取りもそうなんですけども、動画が送られてくると返信しなくてはなりませんよね。でこの関わりのこの楽しさっていうのか、そうですね、待ち遠しいですね、いつもね。でこういうふうに誰かと一緒にやっているっていうことをインターネット上でできるのがものすごくね、私をその作業に駆り立てるといいますか、トレーニングとかもそうですけども駆り立ててくれるんですよね。まあ、例えばこうやって自分が買ったトレーニング機材って見せたいわけですよ。これね、見せたいし、自分が見ている動画のその出演者さんがね、今回ミスター M さんが持ってるものはどんなものかなって興味があるんですよね。例えばこれ同じでしょ、これファイティングロード同じですよね。私はメルカリで買いました。あとこういう風なやつね、これも持ってるんですよ。ウィーとね、一緒にトレーニングしましたよね。あとね、怪しいもので言ったらこういうの、なんかこうこうやるといいらしいんですけども、確かにきついですけども、筋肉がつく実感あんまりないんですよね。まあこういう風に、こんなもん買ってみたけど、ちょっとすいません、こんなもん買ってみたけどダメだった、こんなもん買ってみたけどうまくいったみたいなのもやり取りできるのも、このやり取りのね、この動画のやり取りの楽しいところですよね。本当はありがとうございます。それではまたね、楽しみにしてます。もうすぐ100回ですね。